滋賀県立東大津高等学校。滋賀県立東大津高等学校は、滋賀県大津市瀬戸南大賀谷町に所在する公立の高等学校。昭和49年12月25日、仮称大津新設高校普通科、第一学年定員270名とする。6学級。50年1月16日新設学校開校準備室、開設。 50年4月1日大津に尾の浜の仮校舎において、滋賀県立東、大津高等学校として開校。50年4月8日、第1回入学式挙校。50年5月14日、現在地において、校舎建築発表。50年7月16日県立体育館において、開校式挙校。50年10月16日本館建築機校式挙校。 51年4月5日、低組織、本館春五51年4月6日、仮校舎より、本校舎に移転。51年7月20日、体育館、寄校式、行。校。52年2月4日、体育館春五52年11月30日、運動場整備工事、完了。53年12月19日、昭和54年度台、一学年定員360名となる。 二学級像、八学級。五十五年一月六日、校舎増築春行。五十五年二月十二日、重験道、各見場春行。五十七年三月二十二日、プール春行。五十七年十二月三日、昭和五十八年度第一学年定員405名となる。一学級像、九学級。六十年九月十八日創立十周年。 記念式典挙行。60年11月18日昭和61年度、第一学年定員450となる。一学級像、十学級。61年3月31日校舎、別館春六62年11月11日昭和63年度、第一学年定員517名となる。一学級像、十一学級。 2年11月16日平成3年度第1、学年定員495名となる。1学級定員45名、11学級。3年11月19日平成4年度第1、学年定員450名となる。1学級限、10学級。4年11月12日平成5年度第1、学年定員473名となる。 1>, 1学級定員43名、11学級。5年11月11日、平成6年度第一、学年定員462名となる。1学級定員42名、11学級。6年11月10日、平成7年度第一学年定員451名となる。1学級定員41名、11学級。 7年4月22日セミナーハウス、秘書館春工。7年10月7日、創立20周年記念式典挙行。7年11月9日、平成8年度第一学年定員440名となる。1学級定員40名11学級。7年12月9日体育館ステージ完成。8年3月28日校舎増築春工。 9年9月1日新商社トイレ竣工、12年12月7日、本館便所増築竣工、16年11月19日平成17年度台。1学年定員400名となる。1学級限、10学級。17年3月26日新下駄箱設置。17年3月29日自転車置き場、増設竣工。 17年10月1日創立30周年、記念式典挙行。18年4月1日平成18年度第一、学年定員440名となる。1学級増、11学級。19年4月1日平成19年度第一、学年定員400名となる。1学級減、10学級。21年4月1日平成21年度第一。 学年定員360名となる。1学級減、9学級。22年4月1日平成22年度第1、学年定員400名となる。1学級増、10学級。同校の教育目標は、知、徳、体の調和的な発達である。高い学力、豊かな情操、たくましい体力をバランスよく備える生徒の育成を目標としている。 また、ファイト、フレンドシップ、フェアプレーの頭文字を取った3回の精神を生活指標として掲げている。生徒の多くが部活動に参加していて、文部領土を実践している。7月に開催される学園祭である。フィールド部門、ステージ部門、イベント部門、競技部門と4つの部門があり、3学年の各クラスがブロックに分かれて優勝を競う。 フィールド部門では生徒が集団演技が披露される。ステージ部門では演劇が披露され、体育館は多くの生徒で賑わう。イベント部門ではブロックごとに教室を利用した模擬展を開催する。競技部門ではリレーや綱引きなどの競技が行われる。他にも有志によるコンサートや音楽部によるライブ等もあり、年間を通じて最も盛り上がるイベントである。 2011年度から学園祭は、生徒の提案により、勢い詳細と名付けられた。勢いは、同校が位置する大津市の瀬田の旧地名、瀬田昭は、生徒が部活動、補修等、合宿に使用する、校内施設、秘章に由来する。また、勢いよく、かけるという意味もあり、生徒の学業、部活動での飛躍への思いも込められている。同校では、 三年間で 100km を歩くという目標を掲げ、一年生、二年生は年2回、三年生は春に1回、三年間で経営5回の遠足を実施している。コースは、比叡山、三子山、琵琶湖湾等、一回の遠足で数十 km の距離を歩き、三年間で合計約 100km を歩く。また、二年時には修学旅行として、 沖縄で体験学習を行う。特色選抜と一般選抜の2つに分けて行われる。特色選抜では募集人数の30%が定員である。受験生には総合問題と小論文が課せられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。